ゆる言語学ラジオ、はい、本日は次回次回言うとるこいつ前回の話するのに次回言うとる前回からの続きということで、はい、前回はですね、本紹介ポスト、うん、どっちがバズらせられるかバトルという、はいはい、企画で実際に紹介する本のツイート文を練り上げるということをやってきました、うん、やりましたね。どんだけバズる文面考えられるかっていうのをね、2人でやいのやいのやりましたね。はい、その収録したのも先月ということで、うん、実際にもう僕らツイートをしました。しましたね。はい、7月6日に雀荘にいて麻雀打ちながらツイートしましたね。忙しかったなのにね。忙しかったですね。僕 PC 内製でスマホ版のブラウザから入って太字の処理をするっていうね僕もね、雀荘で急にパソコンカチャカチャし始める人になっちゃってね、ちょっと恥ずかしかったですね。そうなんですよ。その結果僕あの1個目のポストに誤字をしてしまうっていうねミスをしたんですけれども、痛恨のミスですね、はい、僕はその後ちゃんと親ハネマンに振り込みましたよ。ごめんなさいって言って急いで打ったらすぐ振り込みましたね。もったいないですね。はい、じゃあ単刀直入に結果を発表しましょうか。しましょう。はい、おさらいすると我々お互い X で同日同じ時刻にある本の紹介のポストをしますと、うん、そうですね。でそのインプレッション数ですね、うん、これは表示された回数だからリツイートとかいいねの数とは違うインプレッション数で競うと、うん、で負けた方は勝った方が指定した本を読んで面白かったポイントを相方に伝えるというタスクが与えられる、ね、代わりに本を読んでこなきゃいけない罰ゲームってことですね。はい、前回ご覧になった方は分かると思うんですけど、だいぶ僕がね、うん、堀本さんと比べて練り上げられてない投稿文と、まあ、題材選び、まあ僕はねここ10年バズりたいバズりたいと思って生きてきてますからね、うんうん、ちょっとバズる最適化した題材を選んでましたね。そうですよね。で僕はちょっと単純に面白かった本を紹介したんですけれども、うん、素直ですね水野さんはね。はい、僕のインプレッション数発表しますと、うん、はいはい、7月27日時点で、うん、111万です。結構いったね。はい、111万回みんなのところに表示された。そうですね。リポストとかで言うといくつなんですか。リポストはですね2253。あ、まあまあまあ、いいねは1万。あ、いいね1万いったんだそれ。はい、なかなかの割合だね。そうですね、頑張ってますね。なかなか。あと興味深かったのが、うん、5つ連続で投稿したんですけど、はいはい、2つ目と3つ目がだいたい200弱のリポストだったと、はいはいはい、まあ連続ツイートなそんなもんですかね。そうですね。でただ4つ目がね数字が跳ね上がって、はいはい、実はここに本の署名の写真と署名を入れて、うん、まあこうおすすめですってことを書いたのが529のリポスト と、ブックマークが1400されて、じゃあ俺もこの本買おうって思ってる人結構いるんでしょうね。多分でインプレッションが17万あったので、ここがまあ特に伸びたという感じ。それ最後のツイートじゃない。最後のツイートじゃないです。4つ目ですね。4つ目がちゃんと伸びた。あ、それすごいわ。あのやっぱさ、普通最初と最後だから、はいはい、ツイートってあのタイムライン出てくるときさ、最初省略最後みたいに出てくるから、ね、最初と最後が伸びがちなんだけど、あ、なるほど、4つ目が伸びてんだ。特殊なんですね。これ特殊だと思いますね。へえ、そう、最後はねなんか言い訳したんすよ、まあ、実はこの図こうこうこうじゃないんですよみたいなこととかを言って、ここは伸びてないんですけど、はいはいはい、4つ目が伸びたという感じ。へー、あ、じゃあちゃんとだからじっくり見た人がいっぱいいるっていう意味で、そう読むんだ。非常にいいんじゃないですか。あ、頑張った、頑張ったよ君。本当ですか。なかなか素人としては頑張っている部類だと思いますね。111万インプレッションってのはそこそこって感じ。結構あるんじゃない多分。あ、そうなんですね。まあまあまあ普通にちょっとバズったかなぐらいの感じあって、あ、素敵ですよね。あ、よかったよかった。まあそれなりに戦えそうな感じかなと、うん、個人的にもなかなかやるんじゃないですか。インターネット芸人歴が浅い割には。はいはいはい。じゃあ堀本さんのインプレッション数ってどれぐらいですか。はいはいはい。で一応確認ですけど、水野さんが111万、はいはい、111万ですね。なかなか頑張った方ですね。100万超えてるっていうのはね。はいはいはい。僕のインプレッション、はい、なんと、はい、72,000 あれ72,000 でした。だからまあまあ、水野くんはね僕の14倍ぐらいは取ってるわけで、はい、まあそこそこ検討したらいいんじゃないかな、はい、そこそこ頑張ったよね。あれ、なんか確定数みたいな出てましたよね。あのなんかバズらなくて4000いいねみたいなこと言ってました、ね、いいねとかそのリポスト、うん、はいはい、が非常に多いんだけどインプレッションが少ないみたいなことかな。そうっすね、リポストが191ですね。滑ったなぁ。あ、待って待って待って、ブックマークがあるじゃない。はいはいはい。ブックマークってのも結構大事ですよね。どれぐらい稼ぐかみたいな。ブックマークの数なんてもうね、水野さんいくつだったんでしたっけ、ブックマークが。ブックマーク1個目の投稿が、5038ですね、うん、はいはいはい。僕ね124です。滑り散らかしてんじゃないか、お前。雑魚すぎるだろ。お前。そんなことある？看板に偽りあるだろ。びっくりしたね。インターネット芸人ってお前。10年やってんすよ、こっちは、うん。バズろうと思って生きてんすよって言ってたやつが、7万インプレッションですね。
弱え。そんなことある？あれかな。マジかよ。もしかして堀本さんよりもフォロワーがその12倍ぐらいいるみたいな可能性ありますもんね。そうっすね。僕一応4万4000ぐらいいますけどね。4万4500ぐらい。僕2万6000。あれなんでこんな負けたのかな。で、ツイッターを始めた歴が2023年からってアカウントですけれども。あれ僕もうね10年以上やってますけどね。バズろうとしてね。不思議だね。今1個目のポストがそれぐらいだった。7万2000ですね。7万2000のインプレッションだったってことですけど、うん、そこからいろいろ堀本さんなんかぶら下げてましたよね。面白いそうですね。4つぐらい実名企業のツイートがね、名前出しましたみたいな。ああ、そう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 。仕掛けもしてたってことです、ね。テスラにね、60万円騙し取られたみたいな事例なんかもあって。あとあれか、イーロン・マスク。そう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 。だからテスラってさ、ヘイト買ってるじゃん。イーロン・マスクが嫌われてるから、X の中で。はいはい。だからこれは相当いくぞって言ってたツイートなんかはね、やっぱ全然違いますね。はい、うん、うん。3300インプレッション。1万いってない3300インプレッションですね。え、驚きのリポスト数7。ない方がマシ。それゼロであれじゃあ7ってお前すべての技術の推移をここに、ね、そうっす、あの僕の10年間のバズローっていう技術をすべて使った結果7リポストでした。あれ話は違うな。でも他の投稿とかで伸びてるねものとか他にも。あ、もちろんですよ。あの僕はねちゃんと水野さんと違って最後の一番目立つツイートに本の書影と本のリンクをちゃんと入れたんですよね。てかそうか、それも技術なのか。僕その4つ目の投稿に署名と書影の写真を入れたわけですけど、はいはいはい、これ素人の素人っすねってことですもんね。その本を売り上げ最大化しようと思ったら最後に宣伝挟んだ方がいいから。あ、そうかそうか、言い訳挟まない方がいいですね。じゃあその5つ目の投稿は僕はちゃんとねその技術を使ったんで水野さんよりブックマークされてんじゃないかな。もう一回言うと、僕はその本の紹介をした4つ目の投稿のインプレッションが17万でしたね。はいはいはい、堀本さんは、僕はですね7300。大事なのインプレッションじゃないからブックマーク数だから。あ、そうか、さっき結構ブックマークされたって言ってた。僕の4つ目の投稿ね、うん、本の紹介を入れた投稿のブックマーク数は、うん、1438ですね。結構頑張ってますね、はいはい、やっぱ桁違いっすよ、はい、僕17ですから。桁違いだ。二桁違いますからね。やっぱこれがさよ。勝ったから言わないと。勝った人が言うやつよ、それ。桁違いだって。やっぱこれ良くない？桁違いだって別にボロ負けしてても言えるっていう。そうですね、いい気づきだ。確かに。お前と俺とじゃ桁違いなんだよって言えるから、うんうん、これ皆さん積極的に使ってください。ボロ負けしてる時に。違う、だってよく考えたら僕、その4つ目の投稿が17万ってことは、堀本さんの1個目の投稿上回ってんすよ、もうこの段階で。そうっす、うん。すごいね。こんな負けることあるんだね。ボロ負けでしたね。ということで14分の1、この3インプレッション14分の1ということで、今回は僕の勝ちということになりますね。非常に不本意ながら、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。いやでもなんかちょっと意外な結果ですよね。下馬評と違うというかね。そうっすか。え、順当な結果じゃないですか。え、順当？なんか僕やっぱこうなると思ってたんですよ。もともとこうなると思ってた。もともとそう言ってたじゃないですか前回から。いやいや言ってなかったです。あの時やっぱり水野さんの方がこうちゃんとユーザーを信じたいい題材を持ってきたよねと、うんうん、ちゃんとね自分がピュアに感動したものをみんなに届けようっていう、はいはい、人を舐めてないっすよね。あ、それはそうです。僕は心がけました。それに比べてやっぱこう僕はそのバズろうという下心が透けて見える、はい、なんか言うたらみんなうすうす分かってることをね、はい、ヘイトを燃やしてバズらせようみたいな気持ちで持ってきてるわけで、うんうん、まあこういう結果になるだろうなと僕は最初から思ってましたよね。え、はい、っていうことを言ったと思います前回の動画で。いや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 言ってなかったっすよ。言ってなかったっすか。言ってなかったっす。だってあれてかその時に言ってたのは、うん、水野さんはそのテーマが抽象的すぎると、はいはいはい、交渉で抽象的だと、はいはいはい、で僕のやつを見ろと、うん、こういう個別具体的でキャッチーなテーマを選ぶっていうのがまず、うん、そんな発想はね良くないっすよ。そのキャッチーなこと言っとけばみんなウケるだろうみたいな、なんかじゃあわかんないけどテスライーロンマスクへのヘイトを煽ればウケるだろうみたいな発想ってユーザーを舐めてんすよ。そういう人ってやっぱ究極的にはね信頼を失うんでダメです、はい、そんなことを言っちゃ言ってたじゃないですか。言ってないです、言ってないです、一切言ってないです。まあ、なんかそういうこと言ってたらダメ、1ヶ月前の収録で、そういうこと言ってたらダメだろうから、まあそんなに伸びないだろうなって言ってましたね。勝負だからそんな伸びないだろうなって言っちゃダメですよ勝負で。
だってあの時言ったのは違いますよ。僕はいろいろ読んだ中から、うん、特に面白そうだと思ったものを、はいはいはい、投稿しようと思ったって言ったら、うん、そんなのゲノゲですよ、ね、ピュアで偉いねって言いましたね。じゃなくてバズりやすそうな題材の本をまず読むところからスタートして、はいはいはい、投稿文を逆算して作り上げるのが勝つコツだって言ってましたよあの時。言ってなかったですけどね。不思議っすね。まあ証拠がないからこれは言った言わないの争いになるから。インサート入れたのかお前じゃあ。最初から思ってましたねやっぱね。僕が勝つだろう、うん、そうやっぱちょっとこれ水野さんが勝つなっていう。だからあの時ね僕言ってたと思うんですよ。だいたい水野さんが110万インプレッションぐらいで僕が7万インプレッションぐらいに終わるでしょうねって違う違う違う言ってたはずです、ね、僕あれ聞き返しましたけど少なくとも4000いいねみたいなこと言ってましたよあなた。ちょっとな後知恵バイアスって怖いっすね。振り返るとあれこれ当たり前だったんじゃねって気がしてきますね。うん、一個言っておきますけど、うん、僕これあのちょっとツイート文見てもらうと分かるんですけど、うん、あの1文字目から鍵カッコがないっていう文字のツイートにも負けてますあなたは。本当だ、最初の開きカッコ忘れてんじゃん、はい、一文字目から即脱字、はい、すごいね。出会って300合体みたいなやめてよそんな。AV みたいに言うな。俺アイドルの挨拶みたいな言い方したんだから。そうそうそう、 AV にしないで。そんな一文字目から即脱字のやつに負けてんの俺。から即脱しないやつに負けますよ。ショック。そうっすよ、やっぱねインターネットって難しいっす。うん、いや本当に今回思いました。これこれ当日のことを振り返ると、うん、初速は変わらなかったんですよ、うん、僕と堀本さんって。あ、そうだったかもね、最初の1時間ってね。でなんなら手応えがなかった、うん、だから麻雀その日ねこう打ってたって話しましたけど、ね、打ちながらどっちもこれ滑ったなっていう。ダメだなこれやって言いながら打ってましたね。なんか比較としてこれちょっといまいちな比較になったんじゃないかみたいな話を確かしながら打ってたんですけど、ね、僕確かこれ麻雀打ち終わった後だから夕方ぐらいになんかそれなりに伸び始めたんですよ、うん、確かそうだったそうだった。1000いいねみたいになって、うん、リツイートがこう増えていってじわじわと伸びていって、2日ぐらいかけて1万いいねに達したと、うん、なんか、うん、トゥギャッター、なんか俺あれそれの読み方注意されたんだよこの間、はい、トゥギャッター、あれトゥギャッター、トゥギャッターかな、トゥゲザーとツイッターのカバンが、ね、そうだ俺トゲッターって読んでてひろゆきと同じ読み方してるみたいなこと言われたんだ。そうあれでもねまとめが作られて、はいはい、それにもすごいブックマークがついたんです、うん、だから多分それそっからの流入がねの流入が結構大きかったっていうのがあるね。あそこでまとめられるとね急にバズるみたいなありますからね。はいはい、っていう感じでした、ね、ちなみにコメント欄どうなりました？ギャッターのコメントはですね、うん、概ね好意的ですね。あ、そうなんだ。面白いな、自分の論理がどういう風に組み立てられているか見直すきっかけにもなりそうとか、うん、納得いく話だなとか。へえ、トゥギャッターのコメントもっと荒れるイメージですけどね。あ、そうなんだ。好感度高くていいな。昔あの友達の結婚式出て下ネタ言っちゃったみたいなツイートまとめられてさ、なんかそれのトゥギャッターが多分10万ビューぐらいあったんだよね。でそこのコメントなんかもうあれにあれでて、そりゃそうでしょう、すごいびっくりしたんですよね、うん、こんなやつ友達にいたら絶望だわみたいな、うん、こんなやつは孤独死するしかないみたいなのが500件ぐらいついてて、結婚式に呼ぶなとかねとかね、めちゃくちゃ叩かれてて、うん、そんな言わなくてもいいじゃんって思ったんですけどね。まあね、友達のと堀本さんの間の話ですからね。そうそうそう、お前関係ねえじゃんって思ったんですけど、うんうんうん、ずるいな、なんかあんた叩かれてなくて。僕ねこれねちょっとね燃えるかなっても思ったんですよ。ああそう、ちょっと言い過ぎっていうのもこの文化類型論的な話って、うん、やっぱどうしてもこぼれ落ちる部分が多いと思うんですね、うんうん、実際は連続的じゃないですか。はいはいはい、あ、分かる分かる、アメリカ型と日本型みたいに分けちゃってるけど、はい、別にそんなきっぱり分けられるもんでもないよ。そうです、みたいなね。だけどそれを4つの型に当てはめるってこと自体がまず確かにちょっと乱暴かもね。乱暴だだとか、うん、あとまあもっと言うと現状ではアメリカ型とかイラン型っていう言葉を使ってないんです。あ、そうなんだ、はい、分かりやすくしたんだね、それね。僕がこの本の内容を翻訳して図を作ったので、なるほどなるほど、そういう意味で批判を受けるかなとも思ったんですけど、だからリツイートとかね、それからここのコメントとかも一応注視してたんですけど、はいはい、全然大丈夫。ああ、よかった、ね、僕が思ってるより全く好感度高いですね、なかなかね。そうですね、民度がね高かったですね、ここは。うん、はい、納得いかんな。え、もっと炎上してほしいな。せめて炎上してもらって。せめて勝負に勝ったのはもうしょうがないから、せめて炎上だけしといてもらって、なんかそれでいい感じに生じ合わせたいですね。確かに炎上せずにこんだけ伸びたの結構頑張ってね。えらい、うん、そうですね、森本さんって炎上させようと思って滑ったんでしょ。そう、炎上しようと思ったら30リポストとかびっくりしちゃった。びっくりしたよね。全然何でもない。それびっくりしちゃうね。なぎでしたね。うん。僕あとねもう一個思ったのは、うん、結構この分野の研究者の方が、あ、渡辺先生の本だみたいな感じでリツイートしてくれたりとか。なるほどね。あと岩波、これ版元岩波書店さんなんですけど、はいはい、岩波の方とかが
これをこうリツイートしてくれたりっていうのがあってですね。なるほどね、はい、関係者からもね。そうですね、あの実は、それでこの本はバリブックスも事前に、はいはいはい、僕らの本両方とも仕入れてもらっていたんですけれども、うん、即なくなりました、在庫はすべて、うん、素晴らしいですね。あの速報でバリューブックス何冊売れましたかって話、はい、担当者の飯田さんからも連絡いただいてるんですけど、うんうん、なんかね、確かこのツイートした2日後とか、うん、3日後とかの段階でその水野さんの方の本が百何十冊売れてて、はい、だいぶそろそろなくなりそうですって言ってて、うんうん、僕が紹介したダークパターン、はい、無事に1冊売れたのです。やっぱ桁が違うんですよ君とは。やってる年季が全く違うから桁が2つ違うんですよね。如実に出ちゃったね。桁で出ちゃったね。出ちゃったんですよ。そんなことあるかね。いやあのさ、うん、前さ2人でビブリオバトルしようぜって言った回とかがさ、すっごいいい勝負だったのよ。物価とは何か、そうだね、サミングアップっていう本でしたよね。そうですね、サマセットボームの本を僕紹介した、あの時めっちゃ競ってて、うん、今197冊と198冊ですとかで、飯田さんが多分その売ってる側も楽しいんだよ、うんうん、競ってて今逆転したぞっていうのが繰り返すから、はい、そのダービー的な、うんうん、競馬を応援する的な喜びがあると思うんだけど、はい、だから飯田さんあの時期毎日報告してくれて、今何冊ですみたいなの結構送ってくれたんだけど、はい、今回ね一回も教えてくれないそれ以降、ね、199馬身になってるんだよ。興味なくなっちゃった飯田さんも。ね、馬の行列ぐらい分かれてるんで、だから全く報告してくれない。そうですよね、決着ついたなんつって。僕だったら追加で入荷もしてもらいましたし、あともっと言うとですね、はいはい、この本だけでなく、うん、この渡辺雅子先生の著書全部がアマゾンから消えました。あ、すごいね、はい、影響力ありますね。納得の構造っていう本と論理的思考の文化的構築なんか、うん、もう一冊似た本があって、はいはい、それも全部なくなっちゃって、僕実はその2冊目納得の構造の次、はいはい、社会的構築手に入れてなかったんで、うん、面白かったから読もうかなと思ったらやっぱアマゾンからなくて、あちゃー、友達の室越さんにも苦情を言われて、はいはいはい、なくなっちゃってるじゃねえかよと、ないって、そうそうそう、うん、っていうことを言われましたね。なるほどね、はあ、はい、僕はちゃんと一冊売りましたから。手売り。確かにほぼ友達に勧めただけ。多分ね、お前友達に LINE であの分送った方がまだ売れたで。確かに。Twitter に書く意味がない。友達10人ぐらいに送った方が売れたわ。3冊ぐらい売れたわ、そしたら。俺が何一生懸命発信してきたなんか5万人弱ぐらいのフォロワーっていらないの、もしかして。俺に興味ない、もしかして。そうですね、堀本さんに興味ないかも。うわー、とかあの堀本さんをその選書家として全く選書を期待してないとかっていう可能性が。悲しかったね。バリューボックスに在庫200冊ぐらいあるんじゃねえかな。大丈夫かなあれ。199冊バイトになってないから、もうちょっと売れると思ったよ。さすがにね。さすがにね。そうだからバリューブックスはまだいいじゃん。わ、うん、かんないけど版元の方とかさ、200冊入れてるわけでしょ、その瞬間バリューブックスに。そうだね、他のところに、ね、例えばアマゾンとかからさ在庫削ってるとかかもしれないし。可能性あるよね。あ、ゆる言語学ラジオの堀本さんが紹介してくれるんだと、うん、これもしかしたら重版とかになるきっかけになると思うなみたいな、色めき立ってたと思うんですけどね。そうだね。で、はい、蓋を開けてみたら1冊。もうあのバリューに納入できないです。希望の数を。やべえ。ちょっとあのこの本自体は面白かったんですよ。このダークパターン自体は面白かったんで、うんうん、せっかくなんでちょっとさあんまりこの本の良さ届いてないと思うんで。あ、でもね、ゆるコンピュータグラジオでやるよこれ。今度やるんだ。今度別でやろうと思いますんで、あのなんとか売りますんで許してください。いや、ちょっと反省します。反省振り返りしましょうか。僕の方からいくと、うん、堀本さんに言われてだいぶ手を加えたんですね、ツイートの本文自体は、ね、これね、今皆さん画面に出てますけど、はい、図がねカラフルだし派手で見やすいっすよね。ゆるコンピューター科学ラジオのサムネイルをやってくださってるデザイナーさんにお願いをして、うんうん、いつもねお世話になってるとこですね。そうそう、実はあのいくつか案をもらってうちの1個を採用したと。で、はいはい、本当はこれ今イラスト屋さんのねイラストが4点使われてると思うんですけど、これが元々なかったんですよ ね、 そうだね、国旗だけだったんですけど、うんうん、そのデザイナーさんがなんかイラスト屋のイラストがあったツイートバズってるからこれ入れませんかみたいな提案をしてくださって、素晴らしい提案、有能だな。で、色味とかもすごい調整してもらった結果これだったので、有能、これはかなりねあの素晴らしい仕事をしていただいて、デザイン事務所ダンデライオン様です。そうですね、さすがでございます。いつもありがとうございます、うん。堀本さんは結局デザイン発注しなかったっす、ね、うん、してない、してない。ハイライトにしたんですよね。Kindle ハイライト貼り付け芸人なんで、うんうん、ちょっとそのスタイル崩さない方がいいかなと思いまして、はい、このスタイルで僕多分ね、5万リポストとか出してきたんで、はいはい、今回もいけるやろって思った結果のこの200リポストだったので。いや、ファンがついてる手法だもんね。そう。僕のこれは初めてなんですよ、そうだよね、やったことないですよね。イラスト発注して。まあ、これって、
僕はあんまりやらないですけど、結構よくあるね、この図解するっていうやつってあるので、僕は慣れてないようなやり方したんですけどね、うん、やっぱりね、はい、新しい挑戦って大事なんですよね。なんか過去にうまくいったやり方を踏襲しようみたいな、そういう公務員的な発想みたいなのが良くないんですよ。そういうことやってるからバズらないんですよ。あなたの話ってそれ、うん、あとで、あのできてないし、あの時に言ってた話と全然違うし、すごいなお前恥が。やっぱね、後知恵バイアスってすごいんだよね。後知恵バイアスがすごいって言ってもそのレベルのやつはいないっすよ。なんか必然だった気がしてきたんだよな。違う勝つ空気めっちゃ出てましたから。出てましたけどね、はい、僕はそうですね、ハイライト芸人でいけるやろって思ったんだけど、改めて振り返ってみると、うん、過去のハイライト芸で受けてたやつがね、はい、もう情報詰め詰めなのよ、うんうん、例えば封印されたアダルトビデオっていうやつとかで、はい、封印されたアダルトビデオっていう本、とんでもなく面白い、嘘みたいな話ばっかりだっていうことで、箇条書きで3つね、そうっすね、を貼った後に、はい、4枚貼ってるんですよ、うんうん、スクショ。これ結構ギチギチで情報、うんうん、大量に詰め込みつつ、ね、あの全部面白いんですよこれ、うん、スクショしてるページが丸ごと面白くて、特にすごいところだけをハイライトしている。はい、だからユーザーの動きとしては、このハイライトをなんかざっと読んで、あれ衝撃の事実書いてあるぞこれって思わせて、例えばその謎 AV を撮るために、あの真面目なキリスト教行事に行ってキリストとして貼り付けにされたっていう男優がいるっていう話、はいはいはい、その祭りの光景を収録したの、どういうことあと、あんまり水野さんピンときないと思うんですけど、はいはい、あの極限まで自分をいたぶってくるっていう挑戦を M 男優女優が何十人集まってやるっていう企画があって、それは動画の企画ってことですか？そういうビデオがあると。そう。はいはいはい。それの一番すごかったやつのエピソードが収録されてて、うん、それが海外のめちゃくちゃ真面目な祭り、はい、本当にキリスト教を熱心に信仰する人たちだけが集まってくる祭りに参加して、はい、その祭りのフィナーレがもう手に実際に釘を打たれて、貼り付けにされるっていう。だからこれはもう一番パンチ効いた信仰の形ですよね、うんうんうん、っていうお祭りがフィリピンにあるんだけど、はいはい、これになんと日本人がどうしても参加したいと、うん、ほうほうほう、私の信心を試すためだって言って、あの嘘なんですけどAV の撮影なんですけど、最悪やん、もうダメだよそんなことしたら。最悪ですよね、うん、最悪なんですけど、怒られるって。これをだからやりますって言って、あの現地の新聞でも素晴らしい日本人が来たぞみたいな、信仰心の塊みたいなやつ来たぞ、ダメって言って、うん、貼り付けにされて、うん、でその写真がもう現地の新聞の一面とかも飾って、うん、日本人がこれ初めて志願しましたって、てか海外の人が初めてだったんじゃないかな、現地の人しか今まで言ってこなかったやつに参加したっていう話、うんうん、であのちなみに後にこれ AV だったってことが発覚して国際問題になった。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、ひどいやこれ、何してんだマジで、悲惨すぎる、ね、マジでっていう衝撃の話とかが面白かったので、はい、あの衝撃だねそれは驚いたでしょ、驚きっていう、その衝撃の部分だけハイライトして、でもこの丸ごと読むとその背景情報も分かって面白いみたいな、ギチギチの情報のやつをツイートしたんですよね。衝撃話の暴力みたいなのを切り抜いて、そうだからもう読書体験の一部っていう感じ、結果これはバズったっていう感じなので。どれぐらいですか？これは5700リポスト、はいはい、とかはされてるかな、ね、なんでこういう感じに踏襲したいぞと思ったんだけど、いかんせんこの時僕ピュアだから、うん、この面白かった話をみんなに共有したいと思って自然にやったら、この情報量大量になったわけですよね、はい、今回あのバズりたいって思ってるから、うん、情報量が少ないの。あーそうでしたっけ？ 1 ページ分しか、ごく狭いところで。なぜならみんな文字多かったら読むのめんどくさがるかなと思って、はい、極限まで少なくして読みやすくしようっていう下心にした結果滑りました。あーでもあの時はね、1投稿1トピックっておっしゃってましたよね、うん、あの時。そうっすね、それに反してますよね本当は。多分いや元のやつもこの1トピックで長いっていう話だと思うんで、ね、でも3個箇条書きにしてるから3トピックありますよね。あ、してるけど、あの同じ話なんだよこれ。あ、箇条書きで話の流れを説明してるんだ。そうそのキリスト教行事に参加したんだけど、現地の人にはガンの弟のためにガンかけをしたいからと説明最低や、嘘ついて参加、最低だなこれな、最低だな。でだから現地の感動を誘って、後でバレてめっちゃ怒られたっていう、うん、うわもう胸クソ悪いなおい、これひどいね、ひどいやな、やべえこれ YouTube で笑って紹介しちゃったけど、これひどすぎてちょっと怒られるかもしれないですね、うん、あ全く推奨はしてないです、うんうん、絶対皆さん推奨はしてなかったです、ね、嘘ついて海外の行事参加するの絶対やめてください、はい。
まあ、とにかくだからワントピックで喋るっていうのは多分一貫してるんだけど、情報量が足りなかったっていう反省ですか。そうっすね、ピュアにみんなに伝えたいっていう時とバズりたいっていう時でこんなにフォーム変わっちゃうんだなっていうのを反省してますね、個人的には。ダークパターンっていう本自体はすごく面白かったんですか。面白かったですよ。いい本だなと思ったんですけどね。難しいね。ちょっとだからやっぱあれだよね、バズりたいっていう気持ちでフォーム崩したらダメだよね。次回やるとしたらもうちょっとだから題材はストレートに選ぶ、うん、そうっすね、その方がいいでしょうね。素直にこれ面白かったなっていうのをやった方がいいかもね。いや、そうだよね。やっぱ素直に面白かったっていうのが文面から伝わるかどうか大事ですよね。大事っすね。嘘つけないっすよ、だから結局。一応僕はね、本当に面白かったことをまとめた感じにはなってるし、うん、あと僕あのすごい面白いと僕長文で投稿する癖があるから、あ、はいはい、やってるね、たまにね。もしかしたらそれも関係あったのかもしれない。こいつが長文で投稿してるってことはよっぽど面白かったんだなって思われてる。うん、そうですね。めんどくさいじゃないですか、長文で投稿するの。わかる、うん、ちなみにさ、後からトゥギャッターにまとめられて、はい、グイッと伸びてきたって話でしたけど、あの僕もトゥギャッターにまとめられたんですよ、このダークパターンのやつ。あ、そうなんだ。実はどなたかがこれをそうまとめてくださった、はい、水野さんと同じタイミングでね、はい、まとめてくださって、うんうん、お、こりゃ伸びるぞと思ったんですけど、あの、うん、トゥギャッターでも滑ってましたあ、てか同じ方じゃないかこれ。あ、同じ方がまとめてくれてんだ。僕と同じ方がまとめてくださってて、僕のやつはこのトゥギャッター上で28万ビュー、ね、あー見られてますね、はい、僕7700ですね如実やね、実力差が如実だね。桁が違うからそこ全然桁違います。でも星あるじゃん、これフェイバリットですよね、この星マーク、はいはい、これはファボられた数ですね、はい、ファボられた数は14ですね。いくつなんすか？え、725。やっぱ桁が違いますね。ハテブかなこれ。450。うん、Facebook へのシェアが250。はいはいはい。ね、僕 Facebook へのシェアが0です。ない方がマシ。まとめて損。くそお前まとめんなよ。お前がまとめるからこんな悲しいことになるだろうがい。でも面白い試みでしたねこれ ね、うん、改めてインターネットって難しいなっていうのを思いましたね。そうなんですよ、これだからアトジェバイアスだっていう話今しましたけど、うん、明らかに下馬評だったら堀本さんが絶対勝つっていう流れだった、雰囲気ありましたけどね、勝ちそうなね、ですけど、だから僕らは多分想定ユーザーを舐めすぎていたってことなんでしょうね。そうですね、こういう話が好きなんだろうっていう。そうですね、水野さんもあの時なんか、うん、確かにこれバズるわみたいになってたもんな。そうで、俺のやつは多分これバズんないんだろうなってなってたから、だから舐めちゃいけないですよやっぱりお客様を。うん、お客様を舐めている商売には最後足元救われますよね。古今東西これは一緒なんで、よく覚えておいてください。どの面下げて言ってんすかどの面下げて言ってんすか、インターネット芸人として今素人っすよあなた。恥ずかしいね、うん、10年やってんすよこっちはもうバズるノウハウが蓄積されてんすよとか言ってこんな滑るかね。教えてあげましょうかくそ、一応そのバズらせようと思ったらやっぱりある程度さノウハウありますから。悔しい。ちなみにあの僕のこのバズりに行ったダークパターンのツイートより昨日ふざけてツイートした日常ツイートの方が全然伸びてます文面はだからあの時からもうちょっとシャープにしたんですね。ちょっと削ったんじゃないかな。もともとの文面だとちょっとごちゃついてて読み取りむずいなと思ったから、はい、送料を隠してユーザーを騙すと売り上げが 21% 増えるっていうのを多分押し出す形にしたんじゃないかな。これさ1個目のツイートでさ、うん、この本が面白かったっていう事実入れたらもう少し違ったのかな。いやー一緒じゃない、むしろノイズ、むしろノイズだと思う。この本面白かったですわあんま効果なさそうだよね。まあそうだよね、難しいねバズ道って。難しい、バズ道難しい、バキ道みたいな言い方バズ道がね。だってこれさ、うん、変な話、うん、今日このツイートお互いもう一度同じ文面でしてたら、うん、全然伸びも違う可能性あるわけじゃない。ある、ね、それもあるよね、時流みたいなものもね。そうそうそう、だからそれも難しいっすよね。なんかインターネットミームさすごいなと思ったの、うん、あの好きな惣菜発表ドラゴンって流行ったじゃん、はいはい、俺やっぱねああいうブームのネットミームが、うん、一旦全部出尽くした後にめっちゃバズるやつがすごい好きで、はいはいはい、好きな惣菜発表ドラゴンで最高傑作、僕好きな人間発表ドラゴンだと思うんですよ。ほうほう、知らない、見てないこれ、見てないっす。傑作なんでぜひ皆さんも見てほしいんですけど、はい、おさらいですけど、好きな〇〇発表ドラゴンってのはなんかオリジナルの歌に乗せて 2D のドラゴンが順に好きな〇〇を発表するっていう、そうですね、フォーマットですよね。ドラゴンがなんか平和なこと言って、あと正式名称も分かんない惣菜も言っちゃうみたいな、うん、ギャップじゃないですかそれって、はい、ドラゴンが平和なこと言ってるっていう、うん、これ好きな人間発表ドラゴン、ドラゴンが次々人間を食い尽くしていくっていう 3D アニメなんですよ。ほう、これすごいよ、逆張りで、ドラゴンの逆張りで惣菜を発表させるっていう使い方をしたのに、うん、その逆張りであの人間をどんどん食っていくっていう
なんか一周回って元に戻るんですよ原点に。普通になったんだけど、うん、俺まずこの発想最高だなと思って、うん、あこういう大喜利の正しい成熟の仕方ってこうだなっていうのもテンション上がるし、うんうん、それだけじゃなくてこれ単にクリエイティブとしても品質素晴らしくて、うんうん、最初はこうやっていろんな人間を食っていく、うん、村人とか幼子とか家族を見捨てて逃げ出すやつ、これ正式名称かわからない人間ですね、うん、とかを食っていくんだけど、最後ストーリー性もあっていろんなやつ食い尽くしていったドラゴンが、うん、姫様食おうとするんですよ。ほう、はい、姫様を食おうとしたドラゴンに立ち向かう敵が出てきて、でそいつを使命を背負って戦うやつっていう正式名称がわからない人間として描いているんですよね、うんうん、で最後英雄とドラゴンが戦っているところで終わる。へえ、これ物語性まで組み込んできてんの、うんうん、逆張りの逆張りっていう発想の時点で素晴らしいのに胸が熱くなるドラマまで織り込んできてて最高だなって思いませんこれ。当然好きな惣菜発表ドラゴンにはそんな展開ないわけですもんね。ないですよね、うん、あの惣菜発表してって正式名称わかんない惣菜言って終わるっていう、うんうん、その構成をさ踏襲しつつ逆張りしつつストーリーも描いてみせたっていう意味でこれ完璧なクリエイティブだなと思って、うんうん、めちゃくちゃテンション上がるんだけど、はい、これ多分出てくるタイミングもここじゃなきゃダメだったんですよ、ある程度好きな惣菜発表ドラゴンがもう出揃ってみんなこのフォーマットに慣れた時にやらないと意味ないから、うん、多分これ1ヶ月早くても遅くてもダメだった、なるほどね、と思うんですよね。だから完璧なタイミングで発表されて、うん、これバズりましたよ。ちゃんと170万回再生されてますね、うんうんはい、だからこれもねタイミングの妙で完璧な逆張りだなと思って、はいはいはい、こういうのをやっていかなきゃいけないですね。そうですよね、まあ、堀本さんの投稿はいつどんなタイミングで投稿したところでタイトル伸びないと思うんですけれどもいい話ですね。いや違うだからあれよ、アマゾンの詐欺的なパターンに対して米国消費者庁が警告みたいな、あそれはね何十億ドルの訴訟みたいな時にこれ出せば多分受けてたから、それはそうですね、そういうのだったかもしれないですねそれ待つのはちょっとね遠すぎますからねそれも含めてテーマ選びだからさやっぱり、うん、あの返す言葉もございませんまずねテーマが大事なのよ。そう腹立つ。結局例えば半導体とかさそういう今流行ってるものとかさあのぐらいの時期だったらさ暑い時にこういう風にすると涼しくなるとかそういう話が必要なわけですよ。一度バズって生きるやつ正式名称がわからない人間、まあまあまあ、腹立つはこいつ。じゃあ素人だもんね腹立つはこいつ。プロとしてやってっからこっちはくっそー立場逆転してしまった、うん、ちょっともう一回リベンジしたいですねこれは。おなんか、まあまあまあ、なんかテーマ変えてバズりバトルまたなんかやりたいですね。頭下げたらいいっすよ俺頭下げないとダメだろ、うん、お願いしますって言わないともちろんちょっと器小さいっすねとかね。まああのなんか他のやつと戦って一回勝ったみたいな実績があった時にもう一回やってあげるみたいな感じなのかな。あなるほどね、ちょっとランクダウンして一回飯田とかでやっといて僕なんか J2 で一回戦ってねもう一回昇格したら水野さんに挑みに行きます。飯田も手怖いぞ知らんけどあいつも相当研究してくるぞ。だから飯田さんに負けて僕 J3 に行きますねやだな。そこら辺のカフェのお客さんとかに声かけて、やりましょうか。道行く人と戦ってで道行く人が7リツイートでね、僕が12リツイートでよし勝ったって戦いに来るんでしょうねもっと下手なってるまたやりたいですねこれは、うん、ちょっと面白かった気がするよね。これ楽しいよね、うん、っていうのも投稿を面白くするっていう観点で本を読むっていうのは、そうだね、ゆる言語学ラジオで紹介するために本を読むのとは全然違う筋肉の使い方。あれ水野さんもこの本これのために読んだんだっけ。実はそうです。あそうなんだ、はい、へえ。あ、てっきり今年読んでめっちゃ良かったやつ偶然あるからそれで行こうとしたのかと思った。読書家がよくやるテクニックだと思うんですけど、うんうん、読んでないけど確実に面白いことを知っているって状態あるじゃないですか。 ありますね。僕この本はそうだったんですよ。絶対面白いなこれ。読んでないけど帯に書いてあることが明らかに面白いから、うんはいはいはい、そんなわけがないこと書いてあるから、はいはいはい、まあ、絶対面白いなと思っていて、うん、で実はですねこの企画を持ちかけたきっかけの3割ぐらいはこの本を読むきっかけにしたいってことですね。あ、機会があればね、はい、どうせ読むからね。機会があれば読みたいなと思っていて、その機会を無理くり作るためにこの企画をこしらえたところもあったので、うん、実際にこれは紹介するつもりで読んで、いまいちだったら別の本を紹介しようと思ってたって感じですね。なるほどなるほど、はい、だって堀本さんもそうでしょ。あ、僕もそうですよ、うん、なんか最近の本出た本でこれバズりそうだなって思ったからまあこれ読むかっていう。そうですよね。でもそういう観点で読む本探すのもそれはそれで面白いから面白いですね。またやりたいですよね。っていうかね、あれかも、俺経験に足を取られたみたいなところも多分あって、はい、なんかねネットフリックスの UI のまずさみたいなものをツイートしたらめっちゃバズったことあるんだよね。あ、これだ、 3.1 万いいねついてる。あ、すごい。これバズりましたよね。ネットフリックスの某話題のドラマが全部のエピソードに視聴注意、自殺描写みたいな警告が出る。うんうん。でも人が死ぬ描写が一つしかないので、これ殺人っぽく見せてるけど自殺かなと思ってたら自殺だった。うん。プラットフォームの社会的責任でネタバレが生まれているなっていう。
共感が生まれますよね。これね、別にあの僕それが悪いとは言ってないというか、はい、しょうがないじゃないですかそれ、うんうん、あの自殺トラウマフラッシュバックみたいなのを避けるためにこれ出すところの社会的責任なんだけど、まあ、なんか結果としてネタバレ生まれちゃうなーっていうなんかしょうがなさみたいなものをツイートしたんだけど、これした結果さ、あのめちゃくちゃこれだからネットフリックスはっていうヘイトが集まってきて、ああそうなるんだ、引用ツイートがねそれの嵐でしたね。へえ、ネットフリックスってこうやってユーザーの楽しさを台無しにしてるとか、うん、映画へのリスペクトが全くないとか、なんか多分日頃消えてた人いたんですよネットフリックスに、はい、だからネットフリックスアンチがめちゃくちゃやってきたからこういうのバズるなと思って、今回もよしチャンスダークパターン読もうと思って、はい、それでこの本読み始めたん で実際それ狙ってましたもんね、うん、このツイートをこういう持ってた怒りそうだ、ね、に結びつけて読む人が多いだろうっていう風に考えてましたもんね。うん、うん、したら何にもなかったね。なぎでしたね。なぎ。なぎでした。無風でした、完全な。やっぱね、こういう変な経験が足かせになるみたいなところあるかもしれないですね。僕もでもそれで言ったら、うん、4つ目の投稿とかにね、うん、日頃仕事の場で合理的でない人とか論理が破綻したメールに怒ってる人はぜひ読んでほしいって書いていたりとか、はいはい、まあ、この手の話ってさ、ね、日本語は非論理的、英語は論理的みたいな主張ってよく聞くけど、すごい角度からそれを否定する本を読んだっていう文にも何か言いたいことがある人にとってはそう読みやすい仕掛けはしたんですけど、それは一貫性のあるコツではあるけどね。でも実際にそういう読み方をした人ってそんな多くなかったんですよね、うん、そんなにそれでめっちゃ怒っている人とかいなくて、例えばギャッターでまとめとかを見ると、うん、これに対してのみんなの反応っていうので1個目に来てるのとかも関心ありますみたいなこととか、はいはいはい、それから次は普遍的だと思ってた論理性でさえも文化の影響を受けてるのは驚きです、構造主義だなまさにとか、うんうん、まあ、普通に内容についてのそうすとか、あと読み始めたけどすごく面白いっていう反応とか、あーはーはーはー、あんまりねそういうような感情的になってる人とかいなくて、じゃあその日頃論理的云々のことはあんまみんな論じたくなかったのかもしれないね。実際にはあんまりそれで刺さってる人いなかった気がする、自分の実感です。むずいね。じゃあ水野さんもやっぱ誤算出てるから、はい、インターネットってむずいなっていうのをめっちゃ思いますね。トータルでまとめるならば、うん、自分の少なくともフォロワーにそういう人があんまりいないっていうことなんだと思うんですね、はいはいはい、でそれはすごい恵まれてることだと思うんですよ、ちゃんと文を読んで。いやとはいえね、2000リツイートされてるなら、はい、別に普段見てない人にも届くから、ああそっかそっか、それはあんま関係ない気するけど、ね、あそかそかフォロワーの民度とは。なるほど、難しいですね、そういう意味では、ね、でも僕のこのネットフリックスツイート今久しぶりに見たら結構うまいこと言ってる人もいて面白いっすね、はいはい、リプライできてるのが、はい、私も全く同じこと思いましたけどそれは口に出してはならない聖域なのかなと思って喋りませんでしたって言ってる人がいて、はい、あー気の利いたことだなと思いましたね。なるほどね、気の利いた返信来たなって。別に何も関係ないですよね。何も関係ないですよ、もちろんもちろん聖域ってことは特に何か関係あるとかではないんですけど、気利いてるなこの人言ってはいけないね、聖域ですよね、そうですよね、はい、ということで、今回は本紹介ポストどっちをバズらせるかバトルの、はいはい、勝敗を見てきました。まあまあ頑張ったよ君もなかなか。まだそのスタンス崩さんのかお前は。まあね、もう一度挑戦したいということであれば、うん、年に1回ぐらいですかね。悔しい、やってやらんこともない。悔しい。君のフィールドで戦いますから僕は。ツイッターという、わかりました、わかりました、はい、ちょっと来年も目に物を見せてやる。修行してまいります。そうですね、またやりましょうか。やりましょう。あ、分かった分かった、俺来年ここに広告費100万つぎ込む。ツイッター広告めちゃくちゃ出るようにみんなに。ちょちょ、あと LINE でごめんこの投稿リツイートしてくれないかなでしょ。だっせーだっせー。飯田さんとか頼んで、やりましょうやりましょう、そういうのをね。そうそうそう、手段選ばず勝ちにいきます。そうですよ、友達のアルファツイッターの人みんなに、ね、やりますやります、 DM してってやるしかないですね。まあ、でしあとあれだよね、普段からさ本の紹介することってあると思うけど、うん、こんなに考えて文面作ったことなかったから。そうだね、たまになんかこういうことやってみても、画像を作るとかはさすがに僕めんどくさいからやりたくないけど、気合い入れてやってみるっていうのね、たまにやっとくといい修行になるかもしれないですね、うん、そうですね。ということで、罰ゲームの時間です、ね、あーそうだった、本読んでこなきゃいけないんですね。なんだろうな、大きな株とかおすすめです。短い。あれめちゃくちゃいい作品なんで感想を伝えたいですね、水野さん。しかもね、堀本さんってね、最初の 30%だけ読んでね、読んだっていうことがあるから、ね、やべバレてる。ちゃんとね最後まで読んだかどうかもテストしないといけないと思うんだよな。バレてます、僕が 30% しか読んでないブルーバックス60冊ぐらいあることバレてます。もちろんバレてますよ。うすうす、あの最近めっちゃ面白かったんですけど、穀物の科学っていう本がねめっちゃ良かったんですよ。あ、はいはいはい、あのいろんな穀物の特徴なんかを捉えて、うん、マトリックスの図にしてるんですよ。ヒビとか泡とか、そう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 、米とかね、小麦とかさ、あと蕎麦がねかなりユニークな位置にあるとかね、はいはい、非常に面白くて、このマトリックス横軸が何かで縦軸が何かなんですよ。
でそうするとですね、非常に面白い位置にそばが来るんですよね。だからそばは非常に特異的な穀物だって言えます。はいはいはい、そばすごいんですよね。非常に日本が誇るべき、あ、だから何かの軸と何かの軸でマトリックスを書いたときに一つだけかなり特殊な位置に来るっていうね、とっても面白いですよね。日本語で何て言うか知ってます？あ、わかんないです。読んでないって言いますよね。あ、これ読んでないですか、もしかして。これ読んでないですね。僕はこの間乗った飛行機で20分だけ読んで眠いなって思いながら読んで、そのまま寝落ちしたんで、今の知識しか入ってないです、うん、この本に関して。そばが特異的な点にある、ある軸とある軸のマトリックスにおいて特異的な点にあるっていう事実だけ押さえて覚えてますね。はい、読みました。読んでました。はい、よし、こいつちゃんと読ませる。穀物の価格おすすめです。ちゃんと読ませる。あれ、美味しい穀物の価格だったかな。なんだっけタイトル。美味しい穀物の価格ってブルーバックスっぽくないけどな、あんまり。穀物の価格かな、うん、あ、そう、やっぱそうだ。美味しい穀物の価格にした。本当。へえ。ブルーバックスっぽくないね、この本。あ、そうなんだ。米、麦、トウモロコシから蕎麦、雑穀までって書いてありますね、サブタイトルでね。そのあたりまで扱ってたんでしょうね、おそらくね。おそらく。覚えてないですけど。ああ、そうですか。寝落ちしたんで。いくつか読んでほしい本自体はあるんですけど、はいはい、まあちょっととりあえず提案してみましょうか。お願いします。一つ目はですね、論理と会話。ですね、なんか硬そう。グライスです、堀本さん卒論で引用した。出た。あ、なるほど、グライスの口順を提案してるやつ。はい、でもこのグライスの論理と会話をいつかちょっと読まないとなって思っていたんですけど、やば、384ページある。軽装消防ですからね。めんどくさーい、はい、めんどくさーい。まあこれが一個、これは置いといていただいて、候補ですよね、一旦。ゆる言語学ラジオのネタを一つ潰してしまうことになるんで、これを読んでしまうのは良くないので、動画にせずに僕に個人的に内容をまとめた、まあ20ページ程度の面白かった箇所とかを抜粋した。あのね、この本ね、面白かったんですよ。グライスってマトリックスの中でかなり特殊な位置にあったんですよ。これ驚きでしたね、やっぱ。読んで一番の感想それですね。読んでないです。何かの軸と何かの軸で置いた時にグライスってかなり特殊な位置に来たんですよね。そばはグライスと言えるのかもしれないです。言えないですね。全部偽りの記憶なんで。またもう一個、はいはい、堀本さんにとっては読みやすくて、うん、かつ僕も勉強したくて途中で読むのやめたので言うと、うん、戸田山和久先生の論理学を作る。ああ、はいはいはい、合宿で水野さんが読んでたやつか。そうですね。で、僕これ4章3章ぐらいまで読んだんですけれども、途中でちょっとこれ半径がでかくて、なるほど、読むのやめちゃって、持ち運びも大変だからね。そう、ページ数がね400ページぐらいあって、長いな。でもこれ堀本さんは分かる内容だと思うんですよね。人工言語なんかね、これプログラミング言語制作とかと結びついてるからことで興味分野ではあるよ。ただ長いから、長いね、これ長くて重たいから、いつか合宿で僕は読もうと思って放置していたっていうものがあると。なるほどね。はあ、ははあ、で最後が192ページ、うん、お、短い。それでいきます。え、それでいきます。文庫、はい、あ、いいじゃん。著者はノーベル経済学賞受賞者。あ、なんか面白そう。タイトル、意思決定と合理性。まあ硬そうだけど、まあまあまあ、グライスよりはよっぽど、そうですね、とっつきやすいですよ、意思決定と合理性。これはですね、ハーバート A サイモンっていう、はいはいはい、聞いたことあるの、物価とは何かの紹介をした時にサイモンの合理的無知っていう概念を確か紹介したんですよ。あ、はいはい、言ってたね。スーパーの1円安いみたいなことって、そうです、気にしない方が、知らない方が合理的だよねみたいな話か。僕もちゃんと理解してないですけど、どうやらサイモンってのは合理性ってのには資源だと、はあはあはあ、人間は有限の資源の中から関心を振り向けているんだと。なるほどね。でその意味において、例えばスーパーのどの店が一番安いかを調べることってのは、好奇心っていう資源と、うん、その合理性のトレードオフで言ってたね、判断をするっていうことを多分経済学に組み込んだ記念碑的な論考がこの意思決定と合理性っていう本で、へー、あ、面白いじゃん。堀本さん好きなテーマな気がするんですよ。これ俺好きだと思うよ。それ資源として捉えるんだって驚きがあるよね。そう、高度経済学とか好きな人だったらこれ面白いんじゃないかなとは思っていて、うん、僕もいつか読みたいなと思ってたんですけど、まだ全然手をつけれていなくて。なるほどね。これとかだったら堀本さんも好きそうだし読めるかなって思いましたかね。なるほど。まあ、この3つから選ぶという感じでしょうか。これいい本な予感がしますね。うん。Amazon レビューが星5つと星1つに分かれてます。そう、なんかすごい Amazon レビュー荒れてるんですけど。すごいね。最高の本ですって言ってる人もいれば、分からんって言ってる人もいて。うんうん。これなんか骨太ないい本の予感がしますよ。そうですね。じゃあ好きな本を選んでいただいて。まあ、分かりました。締め切りは年内でいいでしょう。うん。ああ、まあ年内に読んどきますよ。大きな株。あ、違う。おい、おい、お前出とるって、そういうところが全部出てる。負けは認めれるのになんでそこができん。もう、まあじゃあこれ読むか、意思決定と合理性。なんでそんなの。俺だいぶ歩み寄ったぜ。俺ぐらい、確かに、お前俺に資本論読ませる人やよ、言っとくけどな。知った、知った、ふざけんなよ。資本論フルで読んできてください。
負けたら言うんでしょそれ。あ、俺が負けてたら言うんでしょ。言いそうだったんですけどね。俺200ページ弱だぜこれ。優しい。じゃあ読むよこれ、意思決定と合理性。あんたのね仕事に役立つかもしれないし、これ。そうだね。いやでもこれね、いろんなところで引用できそうだし。あ、そうなんですよ。それも読んどくと非常にいいよね。あ、でも読んだ後、ゆる言語学ラジオでこの読んだ内容については使わないでくださいよ。僕がだってうまくまとめられたものを元に僕が引用するから。ずるーずるずるー、それちょっとずるいっすよ、ね。ずるい。それはね。そういう話だった。それはちょっとずるい。まあでもそうっすね、そうしましょうか。あの、今僕が何を考えてるかというと、よし、水野さんにちょっと間違ったことを吹き込んでしまってもこいつがそれの責任を負うから構わんなっていう、マジか、非常に合理的な意思決定を僕は今しています全然そんなわけで本日はバズらせポストの振り返り会やってまいりました、うん、非常に不本意な結果には終わりましたけれども、うん、まあ、またブラッシュアップして再挑戦したいと思いますんで、はい、引き続き応援してくれるぞという方はチャンネル登録高評価感想のコメントとかね、皆さんからの考察いただきたいですね。あ、欲しい。これはもっとこうするべきだったんだっていう、うん、みんなからの後知恵バイアスも欲しいですね。要はさ、僕らの両方の X のアカウントフォローしている人だったら、うん、それぞれを見て拡散をするかしないかっていう判断をしてるわけじゃないですか、そうですね、おそらく。だからなんで例えば堀本さんの方はせずに僕のはしたのかとか教えてほしいですよね。みんなも投票行動に参加してるわけですからね、うん、これは、うん、なんでその辺のご意見とかもっとこうした方が良かったんじゃないか話お聞かせ願えると幸いでございます、はい、あと途中にも言ったんですけど、多分この本の紹介の話とかも各々出ると思いますんで、うん、概要欄と固定コメントにこの本のリンク、バリーブックスのやつありますんで、皆さんぜひ買っていただければと思います、うん。はい。ちょっと僕は今ダークパターンの在庫がどうなってるか怖くてしょうがないので、皆さんよければ。在庫ないんじゃないですか、もう。もうはけてる可能性あるか。あの、返品した可能性あるんですね。ダメだこれって。可能性あるな。199冊返品してる可能性あるな。ね、そんなね、199冊動かないのに持ち続けるほどバリューブックスの面の皮厚くないと思うんで。そうっすね。はい、でもまだあると思いますんでね。うん、買っていただいて、あの、最悪199冊ある可能性があるから、はい、その場合あれになるかもしれないです。今度、ゆる言語学ラジオのサポーターになるっていうボタンを押したら、どさくさに紛れて、あの、本ダークパターンの購入が強制的になされてる可能性があります。追加で金かかって勝手に送られてくるっていう。自動的に送られてくる。そんな本じゃないから、いい本ですから、やめてください、そんな吐けさせるみたいな言い方。僕らがねダークパターンに陥らないようにするためにも、皆さんぜひよろしければお買い求めいただけると幸いでございます、はい、以上今回終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身はなぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。いや全然わかんないですけど、その答えがわかるのがこの本です。面白そうですね。概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。